放送再開できます。やっとちょっと待ち待ちスタート。電波良くないかな。電波上り速度は出た。いらっしゃいませ。さっきはですね、ちょっとしばらく経ってから説明しましょうかね。おはようございます。今大丈夫ですかね。よし。でさっきはですね、ポータブル Wi-Fi が熱で落ちたみたいで、なんか赤い LED の点滅だけしながら落ちてましたので、蓋開けて冷やして、いらっしゃいませ。あとこれなんでしょうね。スマさんいらっしゃいませ。金銭箱、いや多分あの荷物の中に押し込めて熱持っちゃったんだと思います。おそらく金銭箱、何の金銭を入れるんだこれ。よっとというわけで、いや何の趣旨も書いてないんですよ。ただ金銭箱って書いてあって、何の金銭を入れるんだあれは。フーフーしても、フーフーしました。でその後ポータファイ再起動して、うわっとっとっと、一応これ出ていいのかな。餌代って左の方の餌代に対する金銭箱なんですかね。て餌代って書いてあった、あれ自体に見えなかった。結構の荷物だな。風通し、今のウエストバッグのサイドポケットに入れてます。あたたたたたいてててて、釣りしてないんですよ。そう、あほらこの感じ、白いなんだこれ、貝殻じゃないよな。結構荷物、なんかほらあの白いところが多いですよね。空気、いや貝殻じゃないみたいでした。なんか白い石のかけらみたいのがいっぱい積み重なってますね。黒いのはあれは多分あの水草が生えてるとこだと思います。丸見え、いや1キロもあって川が流れてるから淡水じゃないですかね。あボートがいっぱい、ボートじゃない、あれは船か。30度、お昼、まだ11時、立ちこぎしてるときはですね。ナイスボート。三沢まで39キロ。まあ三沢の市街地には行かないんですけどね。三沢基地と水、あの小川原湖っていう湖の湖畔の道を、トロピカルかな。基地に、初心者は目的が何かによりますね。ツーリングなのか、イベント、レースイベントに出るのか。まあ全部という場合でも、あのトライク、トライシクル、まあ今は割とあのクロスバイクが入門で、ロードバイクが上級者というかその次のステップみたいな考え方が多いみたいですけど、用途は結構違うと思います。折りたたま、できますできます。
小径車でタイヤが小さいやつで折りたたみ車でいろいろ荷物を積んでる人もいますね。ムルガイ、あ、クロスバイク、クロス上級、いや折りたたみ車でもできますよ。折りたたみこだわっている人、100キロだったらロードバイクはメーカーによっちゃ80何キロとか制限かけてるとこは確かありますね。キャンプ三沢、そのキャンプは違うな。ツーリング、うん、研究生向こうが、うん、まあクロスバイクはオールマインドじゃないや、オールラウンドだと思いますけどね、クロスバイク。うん、路面、いやそうでもないと思いますよ。陸奥湾沿いの、うちが走ってるあの国道、線路沿いの国道、あっちの方がよっぽど道悪かったです。うん、何しましたかって、それで、うん、アクロかどうかでマウンテンバイクを選ぶっていうのはそんなに必要ないと思いますけどね。クロスバイクでほんのちょい太いタイヤ履けばあんまり問題ないと思います。珍しくなんか自転車の機材の話してるな。次ですか、まあ十和田湖とかあっちの方にしとくかな。候補はカキアサリ、カレイ、ニシン、じゃあやっぱり汽水湖、海の水混じってるんですか、ニシンとかいるってことは。シジミはどっちでしたっけ、どうでも、そうですね、この放送でなんか本当に本格的な山道の砂利道は走ってないですね。でもロードはやっぱタイヤ細いからハンドル取られやすいのありますよね。お、今元年何って書いてあった、元年自転車のプロフェッショナルじゃないです、都道府県、長崎県だけ自転車で走ってないはず、はあ、ボコボコに、はあ、今元年なんとかっていう警察っぽい車に、元年警察じゃないよな、ん、スポーツなんて終わりエスン、横浜ナンバーだ、横浜ナンバーが通った、アドバイザーとバドバイザーって似てますよね。でアドバイザーは何でしたっけ、サスポの記事、何アドバイザーって書いてあったんだっけ、はあ、ん、長崎県が確か自転車で一通りかすっただけのも含めると走ってるはず、はあ、今の多分横浜町ナンバーなんでしょうね、似てませんか、はあ、サンバイザー、はあ、暑いけど風が来てるから汗あまりかいてないな、スーパーバイザー、銀行アドバイザー、なんだったかな、警察に向かい風ですね、ずっとこの調子で吹かれてるとちょっときついな。よいしょ、奥入瀬まで49キロ、八戸まで56キロ、はやぶさが止まる駅を調べてそっちの方に走るっていうのはありかもしれないですね。で手数料含めて払い戻しやってプラスになるかどうかっていうのを駅員さんに聞いて、プラスになれば払い戻して、
軽くて、軽くてコンパクトなロード。あとはなんだっけ、カーボンだったらなんかぶつけたり中でパーツが擦れたりっていうのを気にしなきゃいけないんじゃないかっていう偏見があるんですけど、カントリークレーンあれですかね、さもやっぱそっちかな。明日新青森18時台のハイブサです。私ロードバイクのことは全然わかんないんですよ。お医者さんじゃないです。そうじゃないんです。でかくない。いや、ロードバイクの方がドロップハンドルがある分、パッキングの時の厚さが少し厚くないですかね。パッキングって結構薄さも効いてくるんで、なあ、ついて、警察、昨日警察署と秋田から来られた人のが、まあ結構その偉い社長さんクラスの人なんですけど、偉いって言い方するのなんか失礼だな、お偉いさみたいな言い方してるような気がして、ん、盛岡まで、いやで、その中で警察署長さんと一緒にスキーに行った話があって、警察署長、署長さんは銀行の役員さんが真面目な人で、その時一緒にいてた銀行の役員さんが、土日は家族のところに戻んなきゃいけないからとか言ったら、警察署長さんが土日に家族のところに戻るなんて自首して出頭するようなもんだぞとか言ったそうです。どんな署長さんだよ。金額がクロスバイク軽さかな。ただ私の用途でリンコばかり使ってると、カーボンはなんか気を使いそうで避けてしまいますね。あ、早朝だけ。あ、次は十和田湖方面にしときます。でも別の場所に、左手は海ですね。また橋渡って、これをまた湖と、フロントカーボンなんでちょっと気にしてます。ディシディシとダブってますかね。あ、鮭なんかいろいろ絵がいらっしゃいませ、ね、これ未来の絵じゃないか。これよく見たら琵琶湖はないです。通過したことしかないです。あそこのイラストなんかピラミッドみたいなのとか、薄っぺらくて背が高いビルとか建ってますね。ちょっとエヴァっぽくないですか。エヴァっぽく。あそこのピラミッド状のやつもエヴァっぽくないですか。ネルフの下の方のあれっぽくないですか。それが周り田んぼだもんな。なんで鮭なんですかね。原発、こっちもあるな。ゼビウス、未来予想図、なんかそんな感じです。 なんかツイン風の塔みたいなのもあるな。いつ頃書かれたものなんですかね。これは登る、どこに何を、過去の太古の、薄みたいなあれですよね。何でしょうかね。薄みたいなの海に向かって進んでるように見えるんですよ。何なんだろう。ようこそ六ヶ所村へ。でいつ六ヶ所村抜けるのかな。さっきのが説明なかったですね。ああなるほど。リアクティブアーマー、さっきのオブジルマの次がタカ、なんていうんだこれ、オオカヌマかなんかか、タカ、鳥のタカに河川のカ、高架橋のカに沼、あ、今待って、盛岡、
至る東北町十和田市って書いてある。うなぎいるな、うなぎ。小川原湖はうなぎいるんだ。ベンチ。全村バトンに刺激されて、ロックス村。そう、沼だらけなんですよ、この辺り。ちなみに、この辺りどうなんですかね。大河。明日が最終日です。浜岡ってどこだったっけ。沼って言ってもここからだとまだ川に見えますね。F1、こっちはなんか普通の川ですね。さっきと全然違う。魚がいる。沼から出てる川です。さっきも浅かったんですけど、川底が全然違います。何キロ走る？今日ですか？今日60キロか70キロぐらい。あそこで人がなんかやってる。雨外し。明日も70キロじゃあるんですよね、新青森まで走ったら。夏泊まり行かずに。あれ、潮干狩りみたいなことやってるのかな。向こうの方で人が川に入って、で前屈して何か取ってますね。子供もいる。いや、釣りじゃなくて手を直に突っ込んでます。なんかそう、シジミとかそういうの取ってるんですかね。わあ、なんだ、オタマジャクシみたいな大群は。あれ、魚か。黒のなんか小さい魚っぽいのの塊が川底に。魚だ、魚だ。オタマジャクシはあんな動きできない。すげえ。で、放送じゃ見えないかな。ブラックバス。トミー。神田川。ちなみに輪行で乗り換えかなと思ってますけどね。昼、三崎地の方に向かってます、今。しじみですかね。うまそう。この人たちもそうだ。やった。結構みんな来てますね。しじみ。しじみって汽水のとこにいるんですかね。中野じゃない、十三湖ってとこもそうだったし。あれ、ボラですかね。そう、魚の小さい魚の群れが。なんかあまり真っ黒でちょっと寸胴っぽいんで、オタマジャクシに見えたんですよ、最初。生命体。さっき見えました。てか、ラグひどい。今日の夕食、実は食材がいっぱいあります。今、ラーメンが3食分、温めるだけのご飯が1つ、あと、アクタフィッシュ、新枠です。さっき、ポタファイが、いらっしゃいませ。ポタファイが熱で落ちちゃったんで、自転車保険はチームキープレフトの保険に入ってます。トラワン。熊じゃなかった。さっきの人たちのこと言った。目にしみる、なんか汗が、妙に左目に汗が入る。宍道湖、島根混ざるとこですね。汽水湖、アサリの話か。
よいしょ。原発、13個で、私はしじみ汁を食べてきました。あとしじみソフトも食った。しじみソフトはしじみ味はあまりしなかったけど、ちょっと塩味が効いててうまかったですね。予想外にうまかった。なんでそんなに。あのラーメン一つは丸田さんからいただいたものです。あとご飯も、あと昨日の声かけられる前に道の駅で慌てて買い物して、カレー味噌牛乳バターラーメンを買っといたんですよ。2食入りのやつ。今日の昼はそれ使おうかなと思ってます。呼吸アップダウンがないからです。アップダウンないんですけど、あの向かい風なんでずっと全然スピードが出てないです。そう、左目からなんか、左目に妙に汗が入る。目から汗がっていうか目に汗が。とはどこ行ってないんですよ。今回ちょっと行けなかったんで、また次回。泣いてるのか。うん、北海道に似てる場所かなり多いです。まあ地理的にも近いし。よっと、そう、タウニン、あと、なんとか、みじみ、恐れ山ソフト、恐れ山森、荷物増やした、よいしょ、平原、沼地が多いですね、原住民の、あの結構わかりますね。ただあの五能線沿いあたりで宿の人と話したときには4分の1ぐらい聞き取れなかったです。よいしょ。左に、拭いて拭く、いてててて、あらららら、カメラ傾いてますかね。カシャカシャ、この間の、カメラ大丈夫ですか。これ超えれば下りで休憩できます。お、新納屋開村100年の日って、ここ今もう六角町村じゃない、今登ってました。戦う、疲れてるのよ、モルダー、クマ、まずかったっすか。なんかあの茹でてスープの素入れて食えって書いてあるんじゃなくて、茹でて別に丼の方にあのスープを用意しといて、普通のママチャリよりは、ママチャリよりは出しやすいと思います。せっかく今日空気乾いてるのか、これ喉が、喉が今何足、ちょっとあんまり見てないです。真ん中あたりになるのかな。まあいいか。鬼の方にいますね。あとママチャリで変速なくても青森一周できますからね。
なんだこの凸凹。道はすごく細かい周期でアップダウンしてる。ん？石子付き？だ。今棒読みちゃんどこに出るかわからないのでちゃんと返事していいか略。何出るの？なんだち。あ、今切れてるんですかね。電波あるはずなのにな。冠水？ああ、茹でるあの麺茹でる話か。冠水というのは入ってちゃいけないのか、食べるときには。うわ、茶場はちょっと狭いですかね。まあ、通る車そんなに多くないけど。さて勢いつけて砂土、よいしょ、気を言いつけて、よいしょ。田舎の小石みたいに太くないです。そんな筋肉質じゃん。もうなくなった。スピードが、電波が。スパハウス六花ポッカってことはまだ六花所村だよな。あ、なんだこれ、このキャラなんだ。上半分のトトロみたいな感じ。冷却のなんてスプレー。なんか目に汗がしみる。お昼はラーメン作ってふにゃふにゃしてますね。細かくアップダウンしてる。細かく、よいしょ。食材が、そうそう、スピード、いや、トンボトンボ。パスタで、いや、それパスタも一食分だけ残ってるんですよね。なんとかかんとか牛乳、なんとかラーメンを、力がつくのか力尽きるのか、どっちなのか。渋滞？ああ、信号待ちのところか。温泉多いですね。どっか、だいたい、初日から言うと、予約終わってます。ポタファイがいいタイミングで落ちまして、熱で。休みは明日まで。晴れ。登りながらは別に、下りながらの方が怖いです。キャップはバンダナしてます。混浴は見たことないな、今回。本当に混浴で入ったことあるのは、しかり別湖のとこか、しかり別湖はもう一つ隣の湖だったかの温泉と、あと、あれだ、吹上温泉。十勝岳のところ。バカにしてて、何がバカにしてだよ。何がバカにしてだよ。おう。お手やですか。まあ、この辺にあったら食うかもしれない。雨にしみる音が。味噌カレー牛乳ラーメン。さて、使いはそうなんだ。あ、もう終わりですかね。あ、お疲れ様です。
ちょっとじゃあ日陰に行ってから。広い日陰じゃなくてダメなんだ、この辺に立ってると車の邪魔になる。目がしみる。ああ、枠取り作業ができる場所がない。じゃあここでまた通常配信の方は一旦止めるかな。あの小川原湖に行くまでは。ああ道狭い。ああやったあった。続けるかな。バッテリーは3メモリか。上半身でやろう。あ、そばさんいらっしゃいませ。なんかさっきラグが結構あったんで、通常発信で行こうと思います。ここからは。あと今日どっかで節約のためにまた放送しない区間を設けようかと思ったんですけどね。この先あのツーリングマップルで氷落とした景色って書いてあるところなんですよ。10キロぐらい先から。そこはやっぱり放送すべきかな。ん？ロピー。いや。氷落とした。あ、いらっしゃいませ。また一瞬なんか足に深くかかって痛みが。天気崩れてないですね。明日も良さそうなんですよ。私が帰るまでは、私が帰った後はもう野となったり山となったりしてもいいから。あ、いらっしゃいませ。あ、どんより。ここから先30分ぐらいが特に何もなさそうで、その後海沿いの荒涼とした景色の場所のはずなんですよ。でその後道の駅三沢に寄って、道の駅三沢はうまい日陰とスペースと人の迷惑にならない場所があればそこで自炊してもいいですね。手を通されるような。あー、出て目がしみる。汗が流れ込んでるっていうか、目自身がなんか涙出て、その塩気で染みてるような感じですね。意味わからん。
ていうか目から涙が出た時にその涙が周りの画面の汗でできた塩を呼び込んでんのかな。なんか右目も左目も染みてる状態です。だから私の目は今かなり充血してるはず。いえ、うん、あかんと涼しい。いらっしゃい。明日東京雨、雨を5日追加されたらまだ走れますね。走りたいですね。そしたら十和田湖行ったりも、あ、でも十和田湖ですね、今クマ本当多いらしいんですよ。お、また来た人いらっしゃいませ。出て、先着いらっしゃいませ。で、今マット電波悪いのかな。通常発信でやってるんですけど声も言ってないですかね。うお、2食付きで4000円って。 Z さんは今どこなんでしょうね。しばらくツイッターちょっとチェックしてなくて。ん、あ、声来てますか。ありがとうございます。映像は言ってないんですか。うん、明後日から仕事ですね。十和田湖、いや私も行ったことないんで知らないです。あだだだだだ、名刺見る。あ、画像は昼飯はどっかで作ろうかと。太い32度か、暑いですね。聞こえてます、ありがとうございます。いいでで、なあ、ふう、あ、駒送り通常配信でやってます今は。 FMLだとラグがかなりでかくなってきてるんで。山形ですか。ふう、これから秋、あ、でもクマ率も上がりそうですね。紙芝居でまあ来てる分いいかな。はあ、瀬戸さんは配信してないですね。いや、ゴーグルというか目の中で涙が出続けてます今。はあ、いい水が今どこが映った。はあ、はあ、はあ、あー、向かい風強くないけど。吹けば、メガネしてて、その上からヘルメットかぶってヘッドセットもしてて、なかなかメガネずらせないんですよ。花粉は何度か花粉症かなと思ったことあったんですけどね、それっきり全然発症しないんで。泣いてます、いいだけ泣いてます。開いてて知りたい。なんで泣いてるの。いや、汗が入ってるというよりはなんか目がヒリヒリするのかな。コンタクトまだないです、生まれてこの方。やった、うるるん。ヒリヒリします。画面カクカクみたいです。あー、剣道の、あー、んサイクル何をかぶらないと。
でした。面白い。へえ、どこだろう。ライダーハウス泊まりか、いいな。私も今回ライダーハウス泊まりみたいなことはしたけど、赤点滅とかできますね。今ここなんかおかしいんですよね。ていうか iPhone の GPS がうらっと、バンダナしてるんですけど、額から流れてくるんじゃなくて、目自体がヒリヒリして涙が出て、その涙が溜まってまたヒリヒリの元になってる感じです。ああ、さっきあのコンビニ行った時に少し顔を洗ったんですけどね、水で。いやー、両目です。目薬かなんかさしたらこういうのって改善するのかな、消炎効果とかで。いや、空気じゃないと思いますけど、日焼け止め、ああ、その可能性ありますね。確かに。そういや、忘れてた、新しい日焼け止め今日から塗ってます。あれが原因だとしたら周り拭き取らないとダメかな。お酒、シュランだったっけ、シュランだったかな。紫外線、急にやられるってことないと思うんですけどね。汗に、そうかもしれない。怪しい、アレルギーどうなんですかね。あ、こんにちは。水道かなんかあったら、二日酔いは今んとこないです。やった、ね、どっか洗える場所があれば、道の駅行ったら洗えますね。前たドラッグ水道、あれ、そういや今日ツルハドラッグ通ったっけ。確かツルハドラッグが道ルート上にあったはずなのに、見た覚えがない。それか忘れてる。涙が。仕事、あ、経験あります。あ、探し見る感じですね。やっぱそれなのかな。だとしたら日焼け止めちょっとこれ使い続けられないな。ひと夏涙とか水道ないかな。平沼、あ、あそこに水道あったけど蛇口が使えない状態でした。こんにちは。おいしい。どうや、飲んでみたいなーって言って、来週の、あれ少し収まってきたかな、目が、いいやつ、ふう、ちょっとじゃあ。あと5キロぐらいで凍り落としたところ、半裸で、よいしょ、よいしょ、飯はどっかでラーメンとか
作りたいです。映像も電波悪いんですね、エリア内なのに。12時、今日は平坦だからもうちょっと楽に進めるかと思ったらなんかきついな。眠くはないけど昼寝した方がいいのかな。沼、湖向こうに見えてます。まだ六ヶ所村ですね。公園か。道の駅の隅っこが使えるといいんですけどね。昼寝、そうですね、場所だったらそうしようかな。水か糖質、いや水も糖質もかなり取ってます。今回の旅行では5分とか10分の昼寝を何度かしてるので、これまでにも。おとといは野源温泉の入り口のところの東屋で10分足らず昼寝しました。あ、レッドブルを今にスーパースター来たことない。体重変わってませんでした。いらっしゃいませ。お、なんか市街地が、こんにちは、アグリサービス、あ、エコープ、弁当買ってたら楽でいいんだけどな、食材がありすぎる。ありがとう。糖分不足、そんななんですか。単に眠くて脳が酸素不足でどうとかじゃないのかな。これ左だな、左とかまっすぐ行って左カーブか。いらっしゃいませ。仕事どうなんでしょう。ああ、でもあんまりないって言ってたな。B&B で泊まった時のご主人は。洗面所とか洗ってこよう。今サークル系ですけど。洗面所で洗ってきます。タオルだけ持って。本格的まだ窓つきません。よいしょ、コンビニに顔洗ってきます。よいしょ、サークルクの塚ポシケってください。あ、こっちじゃなかった、間違えた。 OK、ちょっとタオルの入ってる側間違えた。トイレ、ああそうですね、あ、こっちよりも乾いてない、こっちを使おう。じゃあ行ってきます。よいしょ、行きます。
目の周りをかなり洗ってきました。というか、なんかすっきりしたかというと、いまいち今一つ。なんか目が染みちゃってですね、本当にこれは日焼け止めのせいなのかな。よいしょ。ご飯放送。バンダナ。なんか今日妙にお疲れです。最初そうでもなかったんですけどね、なんか尻も痛くなってきたし、石鹸では使ってないですね。だから油分は、いやでも両目なんで、帰る前にとりあえず道の駅まであと十何キロぐらいかな。汗の何の部分を、よいしょ。いや酒ではないと思いますが、ちょっとスースーするのって逆に刺激ないですかね。ないかな。何もしか言えないと。よいしょ。よし、まあとりあえずこれで進んでみましょう。あと冷たいお茶、尻も、UV カット。私 UV 使ったことは、レンズ自体は UV だった、 UV カットだったと思うんですけどね、メガネ。疲れかな。あとこっちはなんか景色的な、なんか見どころがまだないですね、あんまり。さっきの沼のあたりは結構いいか。そうですね。で、よいしょ。リポディ。とりあえずこれで進んでみましょうか。これやばい。綾戸地へ。よいしょ。すごい、そうでした。さっき確か右手に入ったよな、これ。痛みは、さっきビタミンゼリーを飲んだんですが、1日分のビタミンって書いてあった。よいしょ、これでございます。目黒。全く殿様がちょっとで目黒の様とかいたからって。上戸彩。神話少年、神話ミス。陸奥湾の内側の鉄道沿いの国道何百何十何号はですね、この白線のあたりが、多分重いトラックが何度も通ってるせいだと思うんですけど、この白い白線のあたりが道路が盛り上がってるんですよね。で、危ないです。しかも狭いし、車多いし。なのであっち側の方を避けてこっちに走ってきてます。小牧温泉渋沢公園、温泉の公園。綾戸地へ。ね、星野リゾート。これ公園って言ってもナイスミディ向き旅行全国第1位。ナイスミディ、はあ、お昼ですね。多分そうだと思うんですよ、はあ、ミディナイスね。お昼だ。道の駅にこのぐらい着いてたらよかったんだけどな。時差がない。お昼は道の駅まで行ってからそこで場所探してラーメンにいようかなと思ってるんですが、どうだ。アヒルは釣ってますか。給食でスパゲティ。
あとミルメイク、うん、参加行ってみ、うん、ウエストグラ、ああ、さっきよりだいぶ良くなった。ん？パナソニックを？いや、全然。そんな変わんないと思います。グリかけるグラ。どっちが受けとかそういう話ですか？一時的なもんかもしれないけど、目がしみるのはだいぶ治ってます、今。ああ、だいぶ良くなった、だいぶ良くなった。あとだいぶ良くなった。また目を洗わなきゃいけないかもしれないけど、これでしばらく大丈夫っぽいですね。さっぱりしました。優等券、そうか。しかもなぜストリートファイター1なんだ。ボタンを叩く強さがそのままゲーム内での強弱になるっていう、うん、いや、薄くこまめに、ああ、バンテリンは使ったことないです、なんか体の中に染みそうで怖いんですが、あの CM 見てると、見てるとって、もう見たのどんだけ前なんだろう、バンテリンってなんか皮膚とか全部無視して中に染み込むようなイメージじゃないですか、映像が。ビタミン、うん、グラフィック、なるほど。グリとグラでもまあ見た目そんな感じですね。パレット交換でなんとかなる人たち、はあ、マリオとルイージは単純な色違いではないんでしたっけ、はあ、イメージゆるぎなく、なんかそれはゆるぎなくとかそんな感じですね、はあ、あとなんだっけ、仮面ライダー出てきたあれ、オルフェノクに似てますね。バンテリンはクマとパンダ、あれクマとパンダ同じだったっけ、赤だ、ファイズちょっとだけ、でこの先もうちょいあと 1.5 キロぐらい行ったら川沿いに下って、でそこから海沿いの荒涼とした景色になるはず。次枠ですね。お昼休憩、道の駅で、道の駅三沢で、やっぱりあそこだったら三沢グッズ、三沢基地グッズ売ってるんですかね、大根だ。三沢基地グッズ売ってるんでしょうか。うん、冷却ベスト、ああ、なんかそういうのあったな、自転車用でしたっけあれって。そう、三沢まで26キロと出てます。三沢光晴、うん、あっちの三沢、今日の気候誌誰、なんか車増えてきたな、うん、よし、水急いかれと登り、いや、そんな登ってないですこれ、ほぼ足に抵抗なし。あ、プロレスネタ。すいません、わかんない。ビードル。鉄拳は、ああ。ミサミスハルは、レスラーの人なんですかね。あ、また次で。ありがとうございます。お疲れ様です。ちょっと次にまた日陰あるところまで行ってから枠取ります。はあ、お疲れ様です。あ、そう、英国枠じゃないんですよ。
さっき一遍失敗して誰王子、ああ中国、まあお疲れ様です。次の日陰まで、初見さんいらっしゃいませ。もう終わりますが、次枠で、あたたたたたた、今日はなんか尻が痛いな。そうそう、昨日の夜100キロ走ったせいか割と体疲れてたんですよね。ここの日陰はちょっと危ないかな、若干四角っぽい。暑ならいいけど、なんか涼しい空気とムワッとする空気が交互に来る。で、右前方が小川原湖か、小川原湖。仕掛けないな。よし、すぐスタート。上り速度は、電波いいですね。じゃあこれはちょっと FMLE 試してみます。FMLE イコールします、こうします、コピー、いらっしゃいませ、
どうだ。転送速度100、上がった、上がった。 OK、 これで今行ってますね。多分ラグは出てないぐらいだと思うんですが、で行きます。おっと、車がちょっと来てる。ブルーですよね。まとまってきたな。渡れない。渡ろうとした瞬間に渡れなくなる。狭っ、狭っ。交通量、いや、さっき舗装がなかったんですけどね。私が渡ろうとしたのを察知してみんな来ました。全く察知しやがって。だが、お昼はまだなんですよ。道の駅まで行ってから作るかなんかしようと思ってるんですけど、道の駅まではまだしばらくあるな。まだ20キロぐらいあるかな。リスナーさん、多分13時、ちょっと距離全然測ってないんですけど、そんぐらいになるんじゃないかなと適当な予想で。そんなに距離なかったかな。終わりが近づいてますね。うなぎうなぎ、しらうお、まだ凍りようとしてないんですよ。つか道狭い。もうしばらく行ったら右折です。そこからが凍り落としてるはず。オロンライ、オロンライもなんかこういう感じで海沿いに行って、で海沿いに走ったんですよ。海沿いに向かって行ってから走ったんですよね。またのお越しを。あ、六ヶ所村終わる。 Please come again、 またのお越しを。で、何になるんだここから先は。はあ、あそこに、あ、三沢市だ、三沢市で、今この川は七ヶ所村、小川原湖。あ、ガシャガシャやってる。あれ、アサリ取った、アサリじゃない、シジミ取ってんのか。よく渡れないな。あそこでなんかガシャガシャやってますよ、船の上で。これが小川原湖。これかなりでかいはずなんで、見えてるのはほんのなんか入り口のとこだけだと思います。これ狭い、より狭いから良くないな。いや、密漁じゃないんじゃないですかね。大自然、三沢市に入る。わあ、三沢市のマークはカタカナのサっていう字が、サっていう字が天体ショーに3つくっついて三沢になってましたよ。あ、そ、和はどこ行ったんだ。なんか矢みたいなのが間に挟まってたけど。お、三沢大空広場、航空科学館、右、ちょっと待って、もうちょい先、もうちょい先、丸川ですか、今の、流れ出してる川は、あ、三沢で輪になってるから、三つの沢が輪になってるから、三沢ですか。
さ、さとさの間になんか矢みたいなのが挟まってたんですよ。あれはどういう意味なんだろうな。よいしょ。どこかの石鹸？三ツ矢サイダーとかじゃなくて。エルボーか。あ、道の駅のマーク出てきた。三沢市民の森寺山修司記念館15キロ、砺波藩なんとか、 あれ砺波なんとか観光村って、いや、ケチつけてないです、ケチつけてないです、ただ面白いなと思って。うわ、背高いな、あの背高いだけど上にくっついてる車体小さいな。航空科学館は向こうって書いてあるけど、どこ。Z さんがすぐそこまで来ている。マジですか。よっと。寺山修司、何の人でしたっけ、寺山修司って。高瀬川放水路。これまっすぐでいいよな。でも山形からこっちまでってまだ結構ありますよ。 Z さん来てるって言ったって言ったって。ん、私はディスる人ではないつもりですが、でもなんか意図せずディスったり、あと軽い気持ちだったのがディス、だいぶ深刻にディスってたりすることはあるみたいです。なので気をつけるようにはしてますが、ディスっていうのは、ディスはディス、ディスなんだっけ、尊敬するだから、ディスリスペクトのことですね。ディスは行かれる若者、何の話ですか、行かれる若者。まだ凍り落としてませんね。凍り感が足りない。最近超黒くなって困ってます。会社に行って何か言われるレベルの黒さです。どうしたのと言われるくらいの。あ、やっぱ弱いのか。山形じゃあまだそんなに近くないですよね。秋田通ってこっちに来るって何キロぐらいあるのかな。でも2、300キロだったら Z さん1日で来るしな。でもまあ、トスのためにその距離を来るとかいうわけじゃないでしょう。Z さんは Z さんで旅行してるんだと思いますよ。ですか。あ、この小屋は終了って。お、なんか見慣れない鳥がいた。リクサッカー。へえ。あの、廃屋に終了って書いてあります。山形から三沢まで5時間。5時間？右の方、右？通常橋にラグが大きい。あ、右ってあの湖沿いの方ですね。いや、そっち側にも行こうと思ったんですけど、ちょっとこちらの海岸沿いも、なるほど。夏のかかる。で、こっちの海沿いのあの、荒涼とした景色の方もちらっと見てから、
湖沿いに行こうと思ったんですよ。道の駅に直行するんだったらさっきの湖沿いに向かう道の方が良かったですね。でも紅葉というか、なんというか、これ昨日も見たよ、こんな景色。ディスターブ、ドゥノットディスターブ。黒い、私が今言ってたの日焼けのお話ですけど、わあすごい草原。疲れ結構溜まってるみたいです。今日はなんか平地走ってるのにちょっときつい。という声は言ってないのかな。よいしょ。雪作りのため？ん？はあ、若いから、なんだって若いから。はあ、止められない。いや、デスクトップ。はあ、ふう。光年か、しやすい。荒涼としてるのかなこれ。あ、終了のとこか今。あ、そうか、 FM エリーだった、これ忘れてた。今これ FM エリーじゃないですか。通常配信にしよう。何分前だっけ。ここで、終了小屋は数分前です。300。通常配信にします。ラグひどいので通常配信にします。これでいってるのかな。リロード願います。これでどうかな。あー、でも上り速度全然いってない。ダメだ、進みましょう。じゃあ通常配信そうしますかね。麦茶がぬるまってきた。麦茶塗りと別物だな。よいしょ。よいしょ。この辺りがラムサール条約登録地。通称、うわーすごいね今のところ。よいしょ。仏沼っていうのがあるらしいんですけども、仏沼。うわぁ、少し、いや、あんまり登ってるって感じじゃなかったと思うんですけどね。まあこれダートだし長そうだから行かないですけど、すごいな。仏
解けぬな。ああ、これか。あ、止まってますかね。一応これいけるんだろうな。よし。真っ暗。電波ないですね。先行きましょう。ガメラレーター。ガメラレーター。よいしょ。じゃあ先行きます。うわ、ここも結構道路の凸凹が、トラックの轍が、うん。先行きます。先行きます。あ、うん。記念パピコ、あ、日焼けしすぎ、うん、あ、そうそう、網盛りテストに乗ることになるかな、明日は。うわっ、この白線の横の盛り上がりが怖い。この辺りを走らざるを得ない。コーヒー、あー、目が染みないだけでだいぶ楽だな。うん、アイスボックスに、あー、うまそう。あー、どのぐらいいったら氷をとはもういいかな、これ大してなんか変化がない。まだでもあまり来てないな。残りが5キロぐらい、この調子か。来てる。5キロばかりこの調子の景色が続くみたいです。ああ、でも右手のこの湿地帯なのかな、すごいな。よいしょ。なになに、ガリナッツ、なんだ今のコメント1個だけ来て。まだ真っ暗。ちょっと橋の様子見てみるかな。よいしょ。どうなってんだろう、やっぱりダメか。うん、で、うん、パ、悪いですね。
このまま進みます。真っ暗みたいですね。ででひどい状態だな。プール再起動も試してみようかな。夜の黒く当たります。うわ、たぶなぶなぶなぶ。ああ、もう盛り上がりが路面の盛り上がりが危ない。これツール再起動してみよう。よいしょ。上がった。ツール再起動で変わった。ツール再起動でなんか状況変わりました。どうなってんだ。じゃあもうとにかくこのまま行きます。うわ、この辺り、あの白線の辺りが盛り上がってる路面でかなり怖いです。いや、今私がど真ん中走ってるところが一番へこんでるところで、それと白線との間に山があります。そっちに乗り上げるとバランス崩して怖いです。アスファルト、輪立ちですね。アスファルト鉄、多分これ夏の暑い日とか路面が柔らかい時に重たいトラックが通ったらこうなるんじゃないかと思うんですけどね。そう、今下がつまりカーブを描いてるとタイヤとの接地面が増えるからなのかな。ああ、そこまで気にしたことなかった。ああ、ここは木陰が多くていいな。ね、狙ってて。そうそう。
凍結解凍のやつは、そうそう、北海道はですね、アスファルトがまず上面に3層ぐらい、下に砂利の層があって、一番下の土の層があるんですけど、北海道は砂利の層が分厚いんだそうです。その凍結による盛り上がりの影響を減らすために、その下の土が盛り上がったり下がったりして路面がおかしくなるので、北海道はなんか砂利の層1メートルぐらい取ってるって話でしたよ、昨日止めていただいたあの方によると。ふう、また電波悪いのかな。1メートル、ああ、ドーン整備、後回しになりますよね。やっと。民家があるとこに来た。でも自販機もない。種屋さんは。あ、電波いいですか。ありがとうございます。道路の、盛り上がってるのが怖いです。自転車的には。お、ヒップハップ。上半身裸の海パン一丁の若者が3人いました。なんだろう、海に行くのかな。寝よ。そう。カーステみたいですね、今のは。あ、盛り上がってる。コンポタ食べてないんですよ。わあ。ここから海ってもうすぐですからね。今日は海は楽勝で海ですよ。もう楽勝で海ってなんだ。この3人。今日は海に行く日でしょう。お、薬局か。この辺りなんかパラパラと店がありますね。フードショップ。エネオス。あ、道の駅三沢まで3キロ出てた。ここからもう道の駅に向かおうかな。予定ルートだともうちょっとこの高梁と、あ、今消えてます。もうちょっとこの荒涼とした道を走るつもりだったんですけど、大したあれじゃないから、民家増えましたね。ここから道の駅に向かいます。直で。予定ルートをちょっと変えて。お疲れ様です。じゃあ次は撮りますね。水温出ない。あ、そうなんですか？冷たい。しかし今日は暑いので、うん。今日は暑いですよ。お疲れ様です。はあ、またサーボ落ちか。幸福が過ぎるんですね。入り用車が多すぎて。そもそもリクエストを出さないようにもう切っといた方がいいのかな、こっちの方で。あ、お疲れ様です。お、いいタイミング。バク取り。読み込みがやっときた。速度速度、あんまり、あ、上がった。
これで今行ってますよね。ではこのまま行きましょう。よいしょ、お疲れ様です。水、こんにちは。初見さんいらっしゃいませ。これから道の駅三沢に行って場所を探して昼飯作ったりしようかなと思ってます。ご機嫌は、今日はなんか妙に疲れてます。でもさっきより少し気分良くなってきた。いや、新青森は明日です。新青森まで走り切るんじゃなくて夏スカイツリーには一生登らない。スカイツリーにだけは登ってやらないというか、特に高所恐怖症だからってわけではないんですけどね。スカイツリー拒否、ディナイ。ここから3キロで道の駅のはずです。今日は、いや、この道の駅のもう一つ先に湖回り込んだところにもう一個道の駅があって、そっちで野宿しようと思ってます。軒先借りてテント張ろうと思ってます。スカイツリーライン、え、駅じゃなくて。お、飯、よし、飯ごちそうさまでした。昼飯配信を普通に店で食うかもしれないな、場所がなかったら。食材たっぷりあるんですけどね。ラーメンとか、ラーメンとか、レトルトご飯とか。東武、え、本当に駅名変わったのは知ってたんですけど。あ、なんかいいとこですね。これ湿地帯の中を通ってる道なのかな。ラーメン、ちょっと場所がちゃんとあれば。うん、ラーメン。関東は曇りって話じゃなかったですか。道の駅に行きます。東武株、高齢と道がやたらたらしいですね。うん、あ、野菜がないんですよね。ラーメンとスープあるけど、あと買ってきたのはホタテのかまぼこみたいなやつぐらいしか具がないです。まあ道の駅で何か買えるかな。アシカが、あれは作物じゃなくて、作物なのかな、違うよな。なんか一面の草っぱらですね。ホタテかまぼこは昨日道の駅横浜っていうところで買いました。あのカレー、味噌、バター、牛乳、ラーメンのあのやつもそこで買いました。ん、あとあの1リットル450円の 100% リンゴジュースを買って一晩で飲み切っちゃいました。松屋、いや特に今ここはサーバーがパンクしてるらしいです。もやしがあったらそうだな。こっち待ちかねの白熊か。犬猫はしばらく見てないですね。いや、この景色はいいな。リンゴジュースうまかったです。あのさ、多分さっき言ってる時に電波言ってなくてコメント、あの言ってること伝わらなかったんじゃないかと思うんですけど、氷を入れたグラスに 100% リンゴジュースを注いでですね、あ、初見さんいらっしゃいませ。で、下の方に少しあの水っぽいあの層ができますよね。それそのまましといて、上の方の濃いところをぐっと飲んだ後に最後に爽やかなその薄いところが喉を通ると最高にうまいです、はあ、と昨日思いました。最後に締めくくるというか、なんというか、リンゴジュース、いや今回にわかリンゴジュースのみになってるんですけどね。あの工事現場の、あの尻屋崎の近くの工事現場の入り口のところにあった自販機でスリリンゴのあのジュースを飲んだら
それがもうすごく美味しく感じて、前もガリガリ君で同じようなことあったんですよね。それ以来その日 3缶飲んでますね。で今朝も飲みました。っていうかあの丸雑さんに奢ってもらいました。あと、ま、そうそう、丸雑さんはですね、丸雑さん12個のあたりでも突しようと近くまで来られてたらしいんですけど、なんか私の今ここは出てなくてすれ違っちゃったみたいです。だから実は昨日の突は2回目だったんですよ。で青森から横浜まで走ってこられて、横浜町まで、でそこからちょっと北上してまた戻ってるところを私が後ろから追いついた形だったんです昨日は。ふう、この先に道の駅あるのかな、全国に。うん、今ここは負荷高すぎて、あ、今ここは募金できるんでしたっけ、アメリカ。やっぱりバーガーとか売ってるんですかね、バーガー宿。うん、この旅行ではもう宿泊まらなくて、最後に今日野宿して、あ、ツイッターされてるのかな。人家、これ右側のは何ですかね、車がいっぱい止まってる。ファーム、これ牧場、なんかあまり牧場っぽく見えないな。よっ、こっちはなんかの畑だ。自衛隊駐屯地。ファームの話かな。なんか検疫って書いてありましたよ。外から持ち込まないようにですよね、その、なんだろう、まあ病気的なものを。ブロイラーニワトリ、あ、この中ですか。あれ、卵か、卵の形か。だとしたら随分広いですね。表から見てよく、あの、生き物が見えないですよ。伝染病予防のため関係者が立ち入り禁止。うん。広いなぁ。ここ。ん？ロボライダー？もうすぐで道の駅。休憩、休憩。コッコさん。あれ、まあそういえば北海道で、あれどの辺だったっけ、放送してない時に突いただいたのは何さんだったかな、謝罪されてる人で、コースターさんは放送中に確か顔まで映してしまったことがある突があったんですけど、誰だっけ、なんとか隊長さんじゃなかったかな、た、ん、違うな、フリアヒル隊長さんでしたっけ、にゃんこ先生、いやにゃんこ先生じゃなかったと思うな、キャット空中3回転先生じゃなかったと思うな、なんか助手席が犠牲になってて、はい、土地へ。川県ファーム SPF ってあれ 豚のブランドですよね、 SPF 豚、ヤンパラリンとかいう掛け声あったっけ、知恵隊は NG するぞ、正規表現で私に聞こえないようにするぞ、現在地は、あれ、今ここ何村だったっけ、
三沢市、三沢市、青森県の三沢市です。すみません、自動灯ないんです。相川金也、それ声がってことかな。何段切り替え、27段切り替え、そう、今三沢市です。三沢市、三沢基地で有名な三沢市。あだだだだ、今日は尻が妙に痛いな。あの皮膚が痛い方向じゃなくて、中のあの27段使い切ることは使い切るんですけど、一個一個全部使うわけじゃないです。航空祭、今やってないんですか、三沢基地の航空祭って。風大左衛門、風、338号どだっけ。いや、前立腺とかそういう痛みじゃなくて、なんていうのかな、骨盤、あの骨の骨と椅子の、あのサドルとの間に挟まれる筋肉のあたりが、あのゴリゴリされすぎて、中の筋肉が少し傷がついているような痛みかな。筋肉自体に傷ついているような痛み。あだだだだだ、ウギング、それ体力作りってことですかね。道の駅来た、来たのかな。お腹ペタいしょ、200スタミナ。私は全然そういうのせずに乗ってるな、ブロック肉。ここは、これは郵便局、郵便局だ。道の駅三沢って書いてあるけど、これ郵便局だ。サドルの、でもずらすと怖いなとか、でも試してみてもいいですね。よいしょ、ここから中に入る。今ここ、ここから上に行くのか。道の駅三沢案内所。イベントありがとうございます。これより先は午後7時で終了です。やった、なんか登りますね。近くには小川原湖っていう湖がありますね。よいしょ、なんじゃこりゃ。向こうにはゴーカートがある。なんだこれ。あと、そこに馬がいると思ったら、馬の彫像かな。自転車にはあっちに建物があって、こっちはこれは先人記念館、メモリアルホールフォアランナーズ、なんだろう、まあ、なんとか記念館、なんとか記念館。おっとっとっと、まああれが本体ですよね、道の駅の。で、広、なんじゃこりゃ。今日は小川原湖の南側の道の駅に、こっちじゃなくてまで行って、親子で来てる人いますね。年間にはちょっとあまり、思いやり予算、昼飯配信したいんですけどね、場所があるかどうか、そういうのをやって問題なさそうな場所があるかどうか。
ん？ふう、あ、ハートマーク。美術。ふう。ダドン。これからお昼です。で、作ろうと思ってるんですけど、なんか気力がないな。あー、なんかもう放送一旦止めて、ここでさっと昼飯食って、で、続きを走りたい気分だな。那覇のクーラー効いたところでちょっと頭冷やしときたいな。あっちゃえ、ギザギザの形にですね。あー、あ、これ幸せの鐘っていうんですかね。道の駅、多分これレストランあるんじゃないですかね。うん、そう、あるギザギザに、ギザギザに。うん、昼寝、ああ、昼寝もちょっとどこ、そこあたりだと、ちょっと今私テンション下がってますよね。なんかえらい今日は疲れてしまって、さっきよりマシになったんですけどね、これでも。うん、じゃあちょっと昼飯の中で食ってきちゃっていいですかね。今晩にはラーメン作ることになると思うので。写真、私が自炊みたいなことをして大当てするっていう、あれが人気あるのは理解してますじゃあ、あ、かなり雨になってます今。じゃあすいません、道くらの駅三沢で昼食と昼寝して、でこれ打たなくてもいいですかね。ありがとうございました。うんうん、放送は しばらく後で再開しますと。ありがとうございましたさあ、おはようございます。ありがとうございましたありがとうございました。じゃあ GoPro の方もこれで終わります。また後で。